神野三郎5月28日から1961年4月30日は愛知県西葛飼郡清洲村出身の実業家。養父である初代、神野金之助の下で神野神殿の開拓責任者となり、また1943年に設立された中部ガースの初代社長を務めた豊橋氏名誉市名義民。出生名は武田三郎。解消については、 明らかとなる資料は見つかってなく諸説あるが、書籍の神のサブロー伝に、神のサブローの昭和34.35年頃の談話として、解消について、次のような記述がある。最初は、確かに、神野だった。神殿も人の神殿だったが、大正の初め頃本家が、神野と改めたので、わしの方も、自然と神野になったのだ。ただ、世間の人が、 豊橋髪の家を神のと呼ぶようになったのは、昭和34.35年頃であったとの記述がある。実家の武武は、尾張清須の旧家である。実父は、竹田明日、ただし、実母は、武田栄であり、父親が42歳、母親が29歳の時の子供だった。父の明日ただしは、愛知県第三区長などを務めた人物であり、和歌や徘徊への造形が深かった。 サブロは高南四女の三男であり、長兄の武田長太郎は東京法学院を卒業している。英は上野家出身であり、兄弟には初代神の金之助などがいる。1875年5月28日、武田サブロは愛知県西葛外郡清洲村の旧家に生まれた。母方の祖父である神の金平は、早くからサブロの才覚を高く評価しており、 1883年11月20日には、神の近平の養子となり、後の義父となる、叔父の初代、神の金之助の義弟となった。この際に、清須村から、海西郡厚生村に転籍している。12歳だった1886年9月には、名古屋市中区の大割小学校付属課に入学し、14歳だった1889年7月に、 大谷派普通学校付属科を卒業した。その後は大谷派普通学校普通科に進学し、1893年3月に大谷派普通学校普通科を卒業した。大谷派普通学校は、仏教学者の南條文雄が校長を務めた名古屋市初の私立中学校であり、歴史学者の津田総吉、衆議院議員の田中義立などを輩出している。神のサブローと、 妻の力三郎の大谷派普通学校での成績は抜群であり、アメリカ合衆国への留学を希望していたが、1893年に初代神野金之助が神野神殿の開拓に着手すると、初代神野金之助によって現地責任者に抜擢された。名古屋から豊橋下室町に転居し、学校卒業後わずか数ヶ月の1893年6月には、 工事に従事している。1896年4月15日には、神野神殿が完工し、榎本武明の商務大臣らの列席による成功式が行われた。また1899年3月には3年前に、完成していた室用水の改築工事も完了した。1899年7月26日、初代、神の金之助の三女である、 神の力と結婚した。力は、サブローのいとこでもあり、サブローは25歳、力は17歳だった。1905年3月17日には、豊橋神の家の初代となった。1906年には、農事試験場を作って、農作物の研究を重ね、小作農家に対する農業指導も行った。また、豊橋三市周線会社、東海ペニー株式会社、 豊橋電機機動株式会社など、数多くの会社の設立にも関与している。サブローは、緑肥、大肥によって、土壌の改良を試みたり、1908年に豊橋に移転してきた日本国陸軍第1 5師団が排出する旧肥を用いたりし、神野神殿の収穫量は徐々に増加していった。こうして、神野神殿は、 模範的な神殿と評価され、二戸部稲造一行、松井茂愛知県知事一行、竹田具高級王などが、神の神殿の視察に訪れている。1909年10月10日には、豊橋ガスが設立され、サブロは、社長の奥田正香を支える常務取締役に就任した。1910年5月23日には、浜松ガスが設立され、 サブローはやはり社長の奥田を支える常務取締役に就任した。1922年12月には浜松ガスの社長に就任し、1943年9月まで長きにわたって社長を務めた。1935年4月23日から1937年1月7日までは岡崎ガスの社長も務めている。 1925年には、豊橋商工会議所の副会頭に就任し、会頭の福谷元償と共に、三新鉄道株式会社の設立に尽力した。1930年3月には、豊橋商工会議所の会頭に就任し、1936年8月24日まで、会頭を務めた。1943年9月1日には、 豊橋ガスと浜松ガスが合併して、中部ガスが設立され、サブローは初代社長に就任した。1944年2月には、豊橋市東八丁に転居した。同年3月2日には、中部ガスの社長を退任して会長に就任し、息子の上野太郎が社長に就任した。太平洋戦争後に農地改革が行われると、1946年2月には、 神の神殿の開放を発表し、同年5月には、調印を実行した。1959年11月3日には、豊橋市名誉市民に推挙された。1961年4月30日に死去した。豊橋市、神の神殿町にある神婦神社の境内には、神の三郎を聖徳妃が建立されている。2020年7月には、穂の国豊橋 芸術劇場プラットで神のサブローを主題とする演劇公演神の日田物語が開催される予定だったが新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響によって延期となった。ありがとうございます。